行きましょう。続いての作品はこちら。思わず息を飲みましたね。飲んじゃいました、はい、岸辺露伴は動かないです。ジョジョ大好きですもんね、はい、ジョジョ大好きです。しかも、はい、あの露伴先生が好きなので。あ、そうなんですか。はい、嬉しいです。あのなんかもう一番あのジョジョの男性キャラの中では一番推しています。あのただね、まあ、ジョジョですし、はい、エンターテインメントがいいと思うんですけど、はい、露伴先生性格的には若干の難があるところあると思う。そうですね、難癖というか、はい、難はあります、はい、なんかまたそこがいいという。そうですね、感じです。物語として見てると本当に魅力的ですから、ね、はい、いやなぜそこで断ると思いますか。そうなんだ、本当、はい、なんで断るってなります、いや全然いいでしょ乗っかってみたいな、はい、ことでね。いやすごいですね。もうあの味も見ておこうとか、もうすでに、あ、もう、もうすでに盛り上がって、もうこれもう今行った瞬間にこれで分かる人があのジョジョ好きな人たちですよ、はい、お友達かわいい。あ、 T シャツがかわいい。 T シャツかわいい。ネットフリックスの T シャツ着てます。かわいいですね。こんにちは。すごいリアクション取ってくれてる。お願いします。ミラックマかわいい。リラックマ今年もここで会ったね。毎年毎年リラックマはこの壇上に登場してくれて。そうなんですね。そうなんですよ。リラックマ今年も、今年もそうだから新作があるっていうんで来てくれたんだよね。ね、かわいい。あ、すごい内田さんもメロメロですね。かわいい、かわいい。ええ、リラックマ内田さんだったら触っても大丈夫なの。え、ちょっと触っても平気。いいんですか。うん、ちょっと頭撫でてもいいですかね。はぁ、ふわふわ、かわいい。癒されます。触りたいっていうコメントとかも今流れて。本当ですよね、触っちゃった。